こんにちは石橋楽器キ池袋店の松野と申します。えー、今回はライン6から出ました新商品 HX ストンプ XL をギタリストのボーグさんを交えて、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、それではボーグさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、えー、まずは HX ストンプから HX ストンプ XL の違いをご説明していただきます。うん、はい。まああの今松野さん持っていただいてますけど。はい まあ比べていただくとまあもう一目瞭然な、ね、ところがフットスイッチからっていうところですね、うん、えっとまあストンプの方は3つ。 まあそこから XL になって、えー、合計8個と、はい、フットスイッチが増えているところがまずは一番のポイントになっているかなと思います。それと、あの、インアウトの端子なんですけど、はいえー、ストンプの方は、えー、背面とあとサイドですねにミデ端子があったりだとかヘッドホン端子があったりだとかするんですけど、まあ、HX ストンプ XL はもうこの背面に全てインアウトが 集約されれてているようなな作りになってます、はい、まあこれどっちがいいっていうものでもないとは思うんですけどもまあケースバイケースで例えばまあボードに組み込む時とかにえこっちの方があの配線しやすい方もいらっしゃればまあ逆にこっちの方はねあの右の場所だったりだとかあとこれセンドリターンがサイドについている方がえ取り回しがいいっていう方もいらっしゃるとは思うあのケースバイケースではあると思うんですけどまあその辺りは確認していただいて自分があった。 あのー、端子のついている機材を選んでもらうといいかなとは思います。はい、で、えっと、これ僕がすごくなんかこう地味に気に入ったポイントなんですけど、はい、HX ストンプはボリュームノブがここにねついてるんですよねボディーのトップの部分についてるんですけど XL は後ろに実はついていてこう、はいはい、プッシュ式でね、はい、収納ができるんですよ。なるほどなんか、ね。これが僕は個人的に 足元に置くのをより想定したのかな？みたいなのを感じられてすごく。あの気に入ったポイントですね。うん、うん、あとはその例えばストンプであれば、例えばこうケーブルとかがもし当たってね。あの動くようなこともエクセルではないので、えまあそういったところも気にしなくていいのはまあ1つポイントかなと思いますね。すねはい。 じゃあですね、HX ストンプを知らない方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとまあサウンドメイクの流れみたいなのを一例として、えー、お見せしようかなと思います何でもいいんですけどこれ何も入ってないあのプリセットになってます例えばエフェクトを置きたいっていう場合であれば、まあ、好きなところに動かしていただいて一回プッシュしていただくと、はい、このようにエフェクトのカテゴリーがいろいろ出てきますじゃあ,まあ今回はディストーション押していただいてこのようにまあ好きな ディストーションをいろいろ選んでい,ていただくと例えば一つ、はい、チューブスクリーマーの、えー、エフェクトを置きました、まあ、その後にまに、あ、例えばまあディレイなんかを入れていくと、はい、まあこういうふうに自分の好きなエフェクトを追加していって例えばパラメーターを動かしたいという場合はこの下に出ているノブですね、うん、まあこれをお好きに。 自分の好きなようにアレンジしていくとで。ここで例えばモードスイッチを1回押していただくとこれ今ストンプモードというモードに入っています、はい、でタッチセンサーが入っているので例えばリレイをこの B のフットスイッチでコントロールしたい場合は触っていただいてオンと、まあ、これでなるほど簡単にオンオフができるようになると、はい、で、えー、プリセットモードですねこのプリセットモードの場合は左の2つがあのバンクの アップダウンになっていて ABCD でプリセットを切り替えるようになってるんですけどもこのエフェクトモードストンプモードですねえにした場合はこのバンクのスイッチも任意でなんですけどえエフェクトのオンオフに使えるのでえ例えばまあ,あのいっぱいねエフェクトを置いてる方だと例えば4つじゃちょっとフットスイッチ足りないなとかっていう方であれば例えば6個フットスイッチえ全てストンプ。 で使うこともできますし、まあ、もちろんバンクのまま変えたくないっていう場合はそれも設定で,で、ね、自由で選べるので、まあ、ご自身の演奏スタイルに合わせてカスタマイズしていただければいいかなと思います。はい はいえー、H X XL ですねこのままでもポテンシャル非常に高くて完成度はそれい高いんですけど拡張機能もあそうですねあのー、エクスプレッションペダルを増、うんあのー、設して追加したりだとかあとはフットスイッチですねこれを増設することも可能になっていてどちらもミッションエンジニアリングというところ LINE6 の専用の拡張のハードウェアというかエクスプレッションペダルとかフットスイッチっていうものが、あのー、発売されているのでもし例えば ねこれでフットスイッチちょっとだけ足りないんだよなとかはい,はい、はい、やっぱりペダルでワを踏みたいとかボリュームペダル欲しいとかっていう方は絶対いらっしゃると思うので,で、ねうん、そういった方にはその子がおすすめできるかなとそれはいくつまでできるで、ね、あ、えっ、ー、とエクスペレーションペダルもフットスイッチもあの2つですね<あ>合計でえまで拡張することがフットスイッチもエクスペレーションペダルも使い,い,いうもる、ね、そうですね両方あの1個ずつ増設ということも可能ですね <laughs> あとはその拡張性っていうところで言うと、やっぱりそのミディ端子とかもついていたりだとかするので、まあちょっと今回はあのご紹介できなかったんですけど、まあコマンドセンターっていう、あの機能があって、まあフットスイッチに例えば、えっとミディのチャンネルだったりだとか、あとはそのアンプのチャンネル切り替え。はい,はいはい。うんあ。まあそれこそその、ね、難しい話になりますけど、プログラムチェンジとか、はい、あの CC とか、まあそういうミディ CC とかね、そういうものをあの送信したりとかして、あの外部機材と一緒に 使ったりだとか、えーまあ、マスターコントロールとしても使うことができるのでる、ねうん、そういう意味でもあのものすごく便利に使える機材かなと思います。 ということでまああの、はい、簡単ではあるんですけども、はい、ちょっと XL のご紹介を今回させていただきました、はい、そのフロアラックから始まって、はいえー、LT があってエフェクツ XL ストンプっていうようなあものがあるんですけども、はい、どれいややっぱりその結構多分、ね、お店にも HX シリーズ置かれてて多分接客されることもあると思うんですけど。 ストンプ x l フロアとかこう、多分触ってらっしゃると思うんですよね。そうですね。その中で、こう、どれがいいみたいな、俺だった、これだなみたいなこととかあります。もうその質問はすごく多いんですけど。あ<ー>僕自身は、はい、あの、自分が使ってるエフクターボードもあるんで。えっと、その音も、えっと、パソコンに、一緒に。 えーとボードとして完成させてパソコンに入れられるっていうので僕はストンプがいああなるほどボードもあるしコンパクトにです、ね、システムの一部にしていい、うん、家持ち帰って家でちょっとそのままの音で出せるっていうなるほどねなるほどなるほどなるほど<ー>僕ははい僕は、まあ、フロアをね使っているって話をさせていただいたので、うん、逆のにこう今ね桝子さんおっしゃったようにコンパクトなストンプもすごい魅力的なんですけど あのライブとか現場の規模感によって使い分けができる XL が僕はすごく追加で欲しいなって思ってます、ね、やっぱり例えばちょっとショースペースのカフェとかそのアンプとかがおそらくないよなっていうような場所で演奏する時とかだとやっぱアンプのモデリングが入ってる方がやっぱ嬉しいじゃないですか。直接、ねね、あの PA ささんんとか音響さんに あのダイレクトに出せるのでその方がいいなっていうのが一つただやっぱり生で演奏するってなるとある程度のフットスイッチの余裕は欲しいなるほど、うん、でもフロア持っていくのにはちょっと大きすぎるかな <laughs> みたいな <laughs> そ,う、ね、そ,うかそういうなんていうんですかねあのお客さんの数だったりだとかその箱の大きさだったりだとかっていうところに合わせてやっぱりこうそのとこ,ところに合った機材を持ってい,いけるっていうのはあのすごく 助かるので、そういった意味で僕は Excel が追加で欲しいなとな今思っていてどうしようかなって考えてます。まあ買うんですけど。そうですか。<laughs> <laughs> はい、はいえー、以上 HX ストンプ Excel の紹介でございました。はい。はい、えー、お試しは石橋楽器全店でできますので、ぜひ、えー、試してみてください。はい。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。